ハイキュー、はい、始まりました、デメリューでございます。はい、時計パドックのデメでございます。よろしくお願いします。覆面タレントの黒綿アメです。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日ご紹介するのはこちら MP5A5 次世代バージョンでございます。はい、番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。というわけでね、早速やっていきたいと思いますけどね。さっきのくだりちょっとどうぞ。もうね、じゃあやっていきましょう。同じことは二度喋らないって決めてるんでね。初めて見ました。これですね、在庫がないので今回またうちのマネのですね、南波のさとし君のを借りまして、はい、やりました。あとはですね、デメリーファミリーの色メガネさんとかもですね、いろいろ協力してくださってですね、はい、うちのレビュー使ってくださいって言われてるんですけども、先ほどね、箱はどんな感じですか。ちょっと今ね、これだけ取っちゃって、箱ね、こういうふうにまあシンプルに抜き型があって、これは一応ペーパーですね、ダンボール系の素材 で、このアタッチメント、アタッチメントはサプレッサーアタッチメント、サプのアタッチメント、はい、サレザーアダプターの 14mm がまずついてるのと、これ逆ネジなんですけど、丸いのサプレッサーをつけるのにあたってガタとかね、そういうのをなくすために、ナイツタイプの丸いさんのものにスペーサーがついてたり、はい、ショートサイレンサーにはこのサプレッサーのカバーがついたりと、はい、ここはね、自社製品のものだったら綺麗につきますよというような内容になってて、はい、これは取説は蓋側に、蓋側にね、そうなんです、これ取説なんですけど、はい、今回はちょっと見せてもらっていいですか。よいしょ、オッケー、はい、こういう感じでついてる、こういう、はい、そこを開けて、一応袋型なんだよね、これ。よいしょ、おー、すげー、こういう感じでね、入ってるんですよね、 MP5 の、まあ、いつものなんだターゲットの紙と、はい、説明書、はい、でこれ説明書をね、多分読みながらやってった方がいいのは、また新機能が結構ついてるんですよ、はい、ここはロッド、ロッドは、ペーパーの下に埋まってる形ですね、このふわふさ、ここの下とかに、入ってる感じですね、はい、はい、なくさないように、なくさないようにとね、はい、こちらお願いします。はい、すごい。さあ、MP5 ですけども、早速やっていきたいと思いますが、はい、まあ他のチャンネルさんなんかでもね、いろいろやってたりしますけど、はい、うちのチャンネルでやるのっていうと特にないんですよ。うん、特にうちだからなんか特殊なってのはないんですけど、まあ、はい、MP5 ちょうどね、今2丁用意してますけど、はい、これ大地ちゃんから借りてるものなんですけど、まあ、ボルト、キンキンの、はい、リアルなモデルといえばボルト製、はい、これは非常にですね、前にも紹介してるんですけど、重量感があって、ブローバックも非常に重いっていうですね、うん、でちょっと開きますね、そうです、かなりリアルにできてるものなんですけど、さあじゃあ東京丸井さんと比べていこうかということもあってですね、はい、ちょっとやっていきますけど、まずですね、丸井さんの方、これもメタルフレームになっておりまして、材質はここの部分は亜鉛ですね、亜鉛の材質、アルミと亜鉛の結合材質っていうね、ちょっとこれね、これハイパードラックさんのページでこの間私やらせてもらったんですけど、分解した時にね、はい、初めて分かったんですけど、アルミの部分と亜鉛の部分で強度を増していると。で、早速なんでね、これ僕のじゃないんでね、やっていきましょうか。僕のじゃないんだよ、最低や。一応丸井さん、これ壊れないって言ってますから。あ、本当ですか。そうなんですよ、これ OK です、やってくださいと。これだってスタンダードの時やるなって書いてあるんですよ、ね、そうなんです、HK スラップは絶対しないでくれみたいなこと言ってるんですけど、こっちちゃんと見せましょうよ、ちょっと引っ叩いてるんですよね、なんかね、やって大丈夫なんですか。やってみてください、もう大丈夫だと思う、バックここちゃんとね、あー、もう優しい、優しい、バーンって叩く、これ閉鎖売り起きちゃいますからね、ちゃんと叩く、あー、いいですね。あ、こういう感じなんですね。まだ遠慮がありますね。いや、遠慮しますよ、俺のじゃないんで。あ、そこですね、はい、で、これ説明させていただきますと、分解して私たち見させていただいた時に、これ前までね、スタンダードのモデルをバキバキ折れてしまったっていうのも、うんうん、私は経験してるんですけども、どこが折れるんですか。まずこのチャージングアンプ自体が折れていくんですよ、これですね、もう叩いてぶつかったと同時にポーンってもげていくと、
おお、なるほどね。それが、はい、今みたいにバチバチ叩くと間違いなくあのダメージきます本来だったら、はいはい、ただこれいかない理由は中の構造上ですね、はい、まず軽くなってます。これここの取っ手の部分、これ樹脂なんですよ。うんうんうん、そうですね、で今触った感じが中の芯は金属でできてるんですけど、うん、さらにですねピンを刺してるんじゃなくて、はい、ピンをですね包み込むようにして輪っかにして挟んでるんですね、これ中の方でなんですけど、はい、昔はピン刺しただけだから1点でこうぶつかった時にもろってもげちゃったんですけど、なるほどなるほど。あと重要なのはここに直接ぶつけてないんですね、実は。ん？これ隙間が空いてると思うんですね、ここにこの部分とここの部分に隙間がちょっと空いてるんですけど、はいはいはい、これ直接ぶつからないので、はい、ダメージここに来ないんですよね、うんうんうん、内側にあるパーツにぶつけることによってその停止位置を、調整して、折れなくしたと。内側にインサートが入ってて、はいはい、そこにぶつけてるんですね。やっぱみんなやりたいからそれは改善しようってことなんですね。あのやっぱり MP5 のクイーンキーとか、なんですかね、ロードしてガチャンって引いてパチンってこうガチャンパチンって やりたいんです。なるほど。これは MP5 が好きな人だったら、はい、やっぱやりたいアクションの一つなので、うんうんうん、そこはさすが丸井さんということでですねしっかり押さえてきまして、はい、あとねやっぱ日本のメーカーさんのねあのこのなんていうんですかね、気の使い方、こちらをぜひ見せてもらいたいんですけど、はい、初め買った時ですね傷防止シールというのをですねちゃんとつけてまして、あなたの指に注意してください、彼らも、あの人の指には注意をね促したわけですけど、傷防止シールと銃本体にはねあの傷防止とかの書いてなかったんですけど、はい、やはり丸井さんのいいところっていうのは、はい、擦れる部分に新品の状態からね傷入ったら嫌だなっていうのもありますので、うんうん、こうちゃんと防止シールを貼ったりとかしてるんですね。あ、今ちょっと何回かやっただけでそのシールがちょっとニュニュってなってるから、ね、あなってますね、剥げてきましたね、うん、でこれもっと傷がつくぐらいまでついちゃうんだろうなと思って、はい、そこはさすがに南原さんとしては怒らないかもしれないけど一応剥がさないでおいてやってます。うん、なるほどね。剥がしちゃっていいよみたいな、多分そうだと思うんですけど実写の時に剥がそうかなと思ってて、はい、まあ空打ちしたりする、ね、まあこれつけっぱなしだと今度それが取れちゃって取れて内側に入っちゃったりすると思うんで、うん、よくないんですけど場合は剥がしてほしいと。最初だけ一応ね貼ってあるってことですね、うんうんうん、で次のポジションの場所なんですけど残念なポジションなんですけどこれ、はい、ここがですね取り外しができません。これはですからサイレンサーアタッチメントつけてさっきのこうポコってねダイレクトにボルト製の方は外れるよ、ね、そうなんです。これ外れるんですけどここ外してここから直に生やせるんですけどこれの場合は生やせないので、はい、さっきあとアダプターをここにはめるというちょっと長くなってしまうんですね、うん、これ本来ここでワンタッチでつけられるハイダーとかはいはいサイレンサーも多分なんかあるんじゃないのかね。これ多分ねサイズがちょっと合うかどうか固定するのが難しくなるかもしれないかな、うん、ロックがで、はい、じゃあこれがフロントのねちょっと残念なところなんですけどこのブレードと言われる部分、はい、このサイトのですね、うん、ここもなんとこれ取り外し可能なんですね。え、すごっ。これ自身もまあ交換したり曲がったり折れたりした時にちょっとこっち向けてもらえます、はい、あのこのブレード自身を取り外してスグワタイプの、はい、自分なんかここ俺の勝手な何ですかね理想としてはピースマークをこうね、うん、つけてあげたいなと。これ外せるんだ。これ外せます中のブレードは。あ、OK です。あ、そっか、ここでそうです。ニモネジを外してピュンって外すんですね、はい、そうすると取れるという仕組みなんでこれはね、綺麗に再現されてて他のところはね、一体化しちゃってる。あ、これは外せるな。うん、外せます、ね、昔のやつは外せなかったんですよ。うん、こっちも同じようにボルト製の、ボルト製の、はい。あーでも重量感も全然違う、うん、それ横からこうプレートみたいにこう入ってこれがプレートがスパッと入ったんですね、はい、ちょっと横から見ると隙間が若干真横から見ると、うんはい、で、ストックはあまり変わらないんですけどもこれはもうスライド1段階2段階かな。これもう傷きそうで怖い、はい、あ大丈夫です。この傷は全然問題ない傷なんで、こんな感じですね。2段階ってことですかね。これが、一番伸ばした状態と中間に1個入ってるはずなんですけど、あ、ないかなこれは。2段階かな。2段階ですね。2段階だっけ。はい、まあ、切り欠きが入ってないので、入ってないですね。伸ばす状態と一番縮めた状態という形で。これバックプレートはラバーですか。樹脂でしょうね。あ、硬いです。樹脂ですね。マイルドじゃないやつですね。樹脂になってて、ボルト製は重い。ボルト製は逆に樹脂か、あのラバーかもしれないですね。うん、こっちはマイルドなんですね。そうです。ああ流すんですね。あ、もう飽きたんで大丈夫です
あの聞いてる人だけ分かればいいです。あ、なるほど、デビさんは別に大丈夫です、で、はい、ロアフレームなんですけども、こちら、はい、あのロアフレームはセーフティー、セミオート、しかもバースト、フルオートとですね、両方アクセスできるアンビシューになってますね、はい、これあれですね、はい、バーストがボルト製には入ってないですね。そうなんです。ここはね、あの電子制御が実は、はい、今じゃあとっておきなんですけど言うんですけど、はい、M システムっていうですね、電子基板、はい、要は装置をつけて制御してるっていう、はい、さらにオタク的なっていうかね、あんまり興味ない人もいっぱいいるでしょうけど、はい、逆転防止ラッチってパーツがこれ入ってないんです、はい、そうすると本来だったら銃を撃ったら巻き戻ってギューって音が鳴ったりするんですけど、うんうんうん、それを電気制御してるんで、それは起きないように逆に電子制御でなくなってるパーツ、はい、で、欠点もあって、はい、今のところモーターを交換するとあまりいいことがない、高トルクモーターに、うんうん、ですからモーター交換は進められてはいないんですけども、はい、モーター交換しなくてもその電子基板が入ってるおかげで、はい、立ち上がりとか、はい、レスポンスとか非常に、優れておりますので、ちょっとね、じゃあバッテリーを実際入れてみましょうかね。バッテリーはどこに入りますか。バッテリーこちらハンドガード内にね、内蔵します。ピンをね、抜いてもらって、あ、手で簡単に抜けるんですね。そうです、今までと一緒な感じですよね。で、新型になってるところの注意点なんですけど、はい、これ3本線になってるんですね、本来変換コネクタをかまして、はい、ただ丸井さんの互換が取れるように初めはですね、このタミヤコネクターバージョンにコネクタが初めからついてますので、はい、今持ってるバッテリーでも安心して使えるんですが、後々丸井さんバッテリー出すということなので、はい、この変換いらないバージョンのそうです、3本線コネクタが出ると思うんですけど、はい、あくまでもデメの呼びはセーフティーデバイスじゃないかなと思ってるんです。何ですか、セーフティー、リポバッテリーを作ることによって、はい、あの過放電しちゃったりすると危ないと言われてるので、はいはいはい、それを、配線を通してですね、はい、読み取る機能をつけて、バッテリーがなくなったらもう自動に打てなくするというような仕組みじゃないかなっていうのが、私の予想なんですけども。打ち切ると壊れますもんね。そうなんです、バッテリーをね、打ち切ってしまうといいことないので、はい、あ、結構すんなり、すんなり入った、すごい。 S 字にね、こうバッテリーをするっていうのがコツなんですけども、まあ、一応変換コネクタ入れてもつけやすいように丸井さんもちょっと考えたのかね。そうだね、かもしれないね、はい、打てない。え、なんで、はい、あー、すごい、もうちょいこっち側にこれね、今打てないでしょ、はい、まず一発だったら終わっちゃうんだけど、1、2、3、何このシステム、テストモードなんですよ。へぇ、はい、空打ちモード、空打ちモード。あー、でもマガジンが入ってないとずっとこうなっちゃうってこと。そうです、バランスですね。で、フロート、正直言っていいですか、はい、一番いいバランスですよ、今出てる次世代運動画の中だと。一番多分リコイルと、はい、打ち味と、はい、連射と、はい、バランスいいっすよ。これ綿さん持ったら、はい、感動するよ、本当にね、よくできてる。これ陽気、そんな感動することないっすよ。いやいや、めちゃめちゃ感動するよこれ。立ち上がりの良さ、あ、ちょっとすごいっすね。ちょっとすごいでしょ。これ3点バーストしても刻みがちゃんと、あ、取り立たされる理由わかるかもしれない。すごくいいんです。ブローバックもマイルドだし、はい、打ち味もこう、なんていうか、スムッとフローとかできるとか。いやすごいですね。すごいでしょ。嫌にリコイルをバカみたいに強くしてるわけじゃなくて、はい、ああリコイルしてるっていうぐらいで、うん、あとは狙えるよっていう、うん、ちょっと確かにすごい狙いでこう打つじゃないですか。はいはい、切れ味もね、やっぱいいんですよ、ね、切れ味いいし、しっかりちゃんと狙えてる。これが東京丸井の恐ろしさですよ。ここまできちっと仕上げてくるっていうのがね、うん、で、空打ちだけでも音も異音ももちろんないですし、はい、いい状態なんですけど、あとこれインジケーターランプというのがついてます。はいはい、どこなんですか、これ。どこなんだろうね。あ、これですか。あ、これ中か。そうですね、あ、光っとる光っとる。え、いいんだよね。そうですね、うん、そこです。これインジケーターがマガジンの、入るマガジンキャッチ内部にブルーのですね、点灯がついてると思うんですけども、はい、ついてますね。これバッテリーの状態を示してくれてるんですね、はい、FET 回路が安全に作動している場合はこう点滅、点々ツー、点々ツー、点々ツーってやったりとか、はい、テテンテテンテテンって2パターンのいずれかが作動しますよと。お、今は
ずっと一定で点点点点ってなってます、ね。あ、ペンって点滅してますか。はい。見えますか。遅い点灯はバッテリー低圧がちょっと下がってきてるよ。じゃあ今ちょっと下がってる状態なんですけど、なんか見えます？見えます見えます。大丈夫ですか。で、遅い点滅から速い点滅ブル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 みたいになったら、はい、動作可能範囲を落ち込みましたと。もう使えないところまで来てますので交換してくださいと、はい、いうようなのがですね、この状態で判断することができると。まあ、自己診断機能みたいなのがついてるわけですね、そこでバッテリー電圧を。じゃあこれはもう今ちょっと弱ってるという。弱ってます。で、バッテリーをつないだまま8時間放置するとバッテリー保護のためオートパワーオフがついてるということなんですけども、すごい。 FET とかついてる銃には、はい、コネクタを抜いて、置いてくださいってよく言ってるのは勝手に放電していくからなんですね、はい、そうしないとですね、このどんどん放電していってしまってバッテリーがダメになってしまうと、はい、いうことがありますので、な不良を起こさないためにも使い終わったらバッテリー抜くと。それをオートでやってくれると。忘れちゃっても大丈夫だよ。そうです、大丈夫だよっていうことになってますけども、はい、あと、今私がやったのがコッキングレバーを2秒以内に3回引いた、はい、これガッチャンガッチャンガッチャンと、これを動作確認モードと言います、はい、これをですね、インジケーターが青く点滅します。もう一度コッキングレバーを3回引くと通常モードに戻るので、はい、ちょっと3回やってみましょう。はい、で、これで通常モードに切り替わったわけなので、セミオートで1回打ってみてください。はい。はい。カチャンと。そうです。戻ったわけなので、動作確認モードじゃなくて、通常通りマガジンが入ったりしないと。今、特に光ってないってことですね。ないってことですね。はい。で、通常モードに戻りました、これで。はい。あとですね、お伝えしておかなきゃいけないのはマガジンのところなんです。実はですね、はい、マガジンにもこれセンサーが入っていまして、弾がなくなったらオートストップ機能もついています、はい。あとこのマガジンですね、中分解してもらうと72連30連にですね、切り替えるレバーがついてまして、おそれによって、弾数も初めは72連なんですけども30発仕様に切り替えることもできると。30発っていうのは実銃に合わせるんですか。そうです、リアルカートサイズに、合わせてることもできるマガジンなので、はい、これで切り替えて72連と32連で使ってもらうと。今多弾層は出てる、これまだ出てないやつなんですね。ただ出てない72連のまま今後出る予定さあ、でしょ、どうなんでしょうね。さすがに丸井さん頑張りますと思うけどね。まあ他の次世代もね、一応多弾層出てますから、うん、ああそっか出てますね。これだけ出ないってことはないと思うんですけどね。ただね、あのマガジンのせっかくのセンサーとか使えなくなっちゃうのはね、もったいないなと。大体多弾層だと、はい、まあ、オートストップはなくなりますね。機能がなくなっちゃうとか、ね、ずっと打てちゃうんですね。空打ちになっちゃう、へえ、弾なくなっちゃう。でもう最近丸井さんの銃も説明書読まないとスタートで撃てなくなるぐらい、はい、細かなギミックが入ってるので、うんうん、いくらこの動画で言ったとしてもですね、はい、説明書を一読してもらうことを本当にお勧めします、うん、自分たちもあの 100% 理解できてるわけじゃなかったりするのもあるので、はい、あくまでやはりメーカーさんの説明書を読んで、はい、この点灯は何だったとかっていうのはある程度覚えて予備知識を持っていただければと思います。で、はい、ホップアップはですね、チャージングハンドルをコッキングします。そうするとですね、窓が出てきまして、こうダイヤル式のですね、ホップアップ、ダイヤルが出てくるはずなんですね、この MP5 の場合ですと。はい、出てますね、ここですね、はい、で、こうそれでホップアップの調整をしてもらってちょっと回してもらって、はい、どんな感じかな、硬いですかね、柔らかいですかね。あ、まあ普通に回せる感じなんですけど、クリック感はゼロですね。ない、グニュグニュっとした感じ、グニュグニュグニュっと。なるほどなるほど。まあでもまあギリギリこう合わせていく人だとクリック感ない方がいいっていう人もいるじゃないですか。そうですね、微妙なところ狙うときはワンクリックで狙うんじゃなくて、そのまあなんていうんですかね、こう微妙なところを捉えたい場合は、うんうん、クリックの1クリック飛ばしたいとかありますからね、はい、まあそういう面ではいいけど、まあクリックあった方が自分なんかはあの何クリック目何クリック目って分かりやすいのでいいのかなとも思うんですけども、うんうん、はいはい、まあこれはクリック感なしなしという形でグニュグニュグニュっと動きます。はい、でも硬くはないんで問題なさそうです。でね、ホップアップ、裏側からでも調整できますか。裏側は、コッキングレバーを引いたままにしてマガジンの給弾口のとこからも、あー、できますできます。あ、そこからもアクセスできるんですね。へー、見えますか。これはもうちょい角度的にこう
あー、はいはい、中にもね、できるピントがね、はい、クロワタさんに合ってる。本当ですか？すんごい絵になってきたね、今ね。大丈夫です、はい、はい、OK です。はい、あー、じゃあチャージングハンドルで開けなくても、こっちからもちょっとメタルズはできる。だからマガジンは抜いてないとできないですね。そうですね、うん。で、これが大体が、外の、概要になるんですけども、マウントベースはまだ出てないんでしたっけ？中途半端なんですよ。実銃規格のものは取り付けが可能って言われてるんですけど、じゃあどこが実銃規格なのかっていうところが分かんなかったりとか、あとは確かにない。そうなんです。これね、ハンドガードはミッドナイトインダストリーとかの実銃用のパーツが、うん、はい、ついたりとか、ストックもカスタムパーツが、なんか皆さんね、今やってるみたいですね。こっちがボルトでね。そうです、そうです、はい。で、このマウントに関しては、確実に言われたのがノーベルアームズさんのはまんまつきますと、ノーベル製のはっていうのは話を聞いてます。これは挟み込ませてつけるタイプなんですか？そうですね、ここの爪の部分に挟み込ませてって。元から MP5 はそういうシリーズなんですけど、丸井さんも一応出してるけど、スタンダード用だけかな今。そうです、ですからそうするとサイズがちょっと違うので、違うんで、丸井さんから今のところまだ出てないと、うん。素の手目で言っていいですか？加工すりゃ何だってつくんですよ。そりゃそうなんですけど、他の人たちはみんな多分言わないよ、言わないけど、ね、つかないものはつけるようにすりゃいいんですよ、はい。うちはなんかこれをアンダーコーダー、アンダーコーダーしてるっていうのが、そのままつけたいって人はノーベルアームズさんのはどうやらつくらしい。そう、実銃規格のを購入してくださいと、はい。あ、じゃあこれはこの完全に実銃と同じのサイズに仕上げてきてくれたので、マガジンも大きいんですよね、横幅とか、うん。で、すごくこう、オタク的な話なんですけど、はい、ハイパードラムのヤスさんとこう、僕これ分解のやつやったんですけど、はい、これ点付けじゃなくて全部溶接してるらしいんですよ。全溶接なんで、スポット溶接じゃなくて、はい、全部ビーッとこう溶接かかってるんで、はい、これもすごい大変らしいです。聞いた話では本来は点点点って止まってればいいんですけど、うん、内側に全部こうピーッて溶接かけてて、はい、それを成形してるのでかなり強度あります。ここずーっとね、こう光の加減で見えるんですけど、はいはい、溶接したこうね、はい、ちょっと光が変わるとま、ね、っすぐこうピーッて溶接かけてるんですね、うんうんうん。はっきり言って無駄なんですけど、なんで？でも、まあ、刻印なんかは割れない、ま、マガジンの刻印的なのは何かあるか、まあ、9mm19 っていうね、ここは以外は特に特筆すべきところはないかなと、はい。これ一緒ですね。そうですね、この弾 9×19 ですよと。ああ、そこね、はい、はい。さあ、長さの方を測っていきましょうかね、はい。まずはストック、ね、アンダー状態ですか。一つ言えるのは MP5 の重量上がったんですけど、うんうん、重量感を出したいけど出しすぎてないって、重くしすぎてないっていうのが一つ好感が持てましたね、うんうん。ちょっとこう持ってて気になるのが、ここがカコカコ動くので、はいはいはい、これが樹脂製じゃないですか。そうなんですよね。ここが折れるとかそういうのはないんですか？今までの MP5 いっぱいね、スタンダード出てきたんですけど、はい、折れることはないんですけど、ガタが広がるってことはあります。キシミ音がね、うん、すごくキシキシキシってしちゃう場合はあります。マガジン自重ラッカーの人いるじゃないですか。あー、酒井さん、はい、はいはい。あの人、うんってよくやってるじゃないですか。 あのくらいの力でやったらちょっとこう、多分逆に酒井さんの場合だとかなり経験値が実銃のがあるので、はい、MP5 ってかなり押さえつけなきゃいけないって言われてるんですよ、実銃でも。暴れるので結構、はいはい、それでギュッて絞った時にやっぱりこの、柔らかい部分だと、うん、その頼りなさがあるので、はい、で、それが嫌な方はやっぱ金属製のハンドガードに変えて、はい、きちっとこう、なんていうんですかね、うん、ギチギチにしてしまうって、うんうん。あまり電動ガンの場合ギチギチにしてほしくないのはバッテリーがやっぱ中入るので、そうか、ね、力入れて、はい、気分に当たっちゃうっていうのはあんま良くないので、うんうん、ほどほどがいいのかなと。ほどほどで、はい、まあそうですね、 BB 弾が発射できるぐらいの、火薬で耐えられなくても大丈夫なので、はい、では、はい、長さですか。はい、測っていきましょう。はい、 10m メジャーで、で、外観はそんなに実はですね変わらないんですね。長さ的にもちょっとフルサイズになってるっつっても、一番短い状態ですね、はい。500ないんだね、490。その手首のあたりが一番出てるんですか、バットの下が。そ、そしたらぴったり500くらいぐらいかね、500ぐらいで、はい。じゃあ一番伸ばしてみましょう、はい。こっちも500ぐらいなのか、 VFC。ちょっとストックがもうね、形状がちょっと違うんで、ね、あれですけど、あ、こっちは540なんでね、うん、ちょっと長いで、
ていうと伸ばしたら643とかですね。うんうんうん、うん、ここ結構伸びるんだね、やっぱ20センチ。これも変わらないんですかね。これ多分あれ長いね。長い元がやっぱ長いの、まあね、675とか8ぐらいあるから、はい、MC もちょっと長いね、うん、やっぱエンドが長い分。あとこっちは切りかけが2つある。そうですね、ポイントと、あと後ろにこれ押す力が働いてるんですね、こういうので。うーん、ちょっと出っ張りが強くなるんですけど、こっちは出っ張りですね、はい。じゃあここも流すんですね、はい、え、何をですか大丈夫ですよ、もう視聴者だけが反応してくれる、はい、高さはいいですか。高さ、はい高さ、あ、こっそマガジンをちょっと入れてもらって、蛍光の際にはマガジンはね、抜いといてください。これね、金属フレームなんで、はい、向きが悪いと入らないんですよね、ちゃんと一定の入るところがあってそれをクリアしないとギャ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 ッと、大体だよ260ぐらいだね。260、まあやっぱ長いですよね。まあね、マガジン入れたらやっぱり下に伸びちゃうからね、はい、でもあれですね、やっぱこうやってね、持った時にマガジン入ってるとこうディテールがめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですよね、うん、MP5 はもう意外な大ヒット商品なんじゃないかなと、次世代にして、うんうん、こんなに動いたんだって自分も逆に欲しくなるぐらいの魅力はあったんですけど。でもなんで MP5 ってこんなに人気があるの？昔からの露出がまず大きいっていうのは非常にあると思います、はい、警察の、ドラマ映画に見ると MP5 シリーズがやっぱ出てくる。露出強だってことだね。ハイジャック犯に対しての MP5 は露出強ってことでいいね。いやいやいや、もう全然露出強感ないもん、こうなんか、つつましいもん、こいつ。そうです、つましい、うん、音はちょっと呼んでくるから、音がどうかね、ちょっとあの、串だらかもしんないから、音がつつましいよ、こいつはこれ、音の時マガジンは入ってた方がいいですよね。マガジン抜いといて大丈夫かなと思うんで。重量感な、どうも3回カチャカチャカチャとしてもらって、はい、この今の青い人は誰ですか？青い人は最近レギュラーなんですよ。あいつもの機械で測っていきたいと思う。あそこは無視するんだ青い人は誰ですか？だからさ、もういいよ、あとでね、はいはい。また耳が分かりにくいのね。耳ここっす、ここ、この横、はい、いきますよ。97.7。バースト、いきます。101.1。フロートいきます。うん、101.8。やっぱセンサーちゃんと効いてますよね、立ち上がりとか打ち上げ。重厚いこうかな、はい、はい、ピンが来ないね、ちょっと111.6 ピントが合わない。はい、パスいきます。114.9。フロートいきます。118.2。あれ、機械も行くよ行くよ、ちょっと疲れてしまったそんな喋ってない107.5。なんで最後どんなの？わかります、俺もオロチマルの声真似するって結構きついです。110.5。サスケくんって意外と似てるんですよ。113.2。クジラさん、クジラさん本人からリプ来ました、ね、素晴らしい。あ、あらやだ、うるさいわみんなできるんすかね、あれ。みんな結構人気、あ、やりやすい声の。これちなみにボルトは測らなくて良いんですか？ボルト、こっちですか？ボルトの音は測らなくて。あ、いいです、ボルトは。いいんですか？え、ボルトはいいです。いいんですか？はい。本当ですか？はい。視聴者は望んでないんですか？望んでないです、別に望んでないんですか？まあ、最後さんですね。視聴者は別に言ったらみんなやっぱメンピーバイブが気になるんでしょうね。そうですか、はい。これ打ってる時って僕の手首入ってますかね？入ってんじゃないですかね。今日 MP5 って聞いてたんでね。なるほどね、忖度してきてるわけですねだいたいこのチャンネルで忖度すると、うん、いいことないでね。いいことないですね。なんでつけてきちゃったんだろう。はいはい、はい、
お疲れ様でした。ありがとうございます。測らなくていいんですか。はいです。そうですか。はい、じゃあありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。さよなら。でかいなあれ、真田節花にかわせたこと。もう終わりました。オフトークを生きがいは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 い、はい、さあ、はい、ね、あの重さ気になると思いますけど、私はやっぱりあの丸井の申し子と言われてますから、私は丸井担当して、丸井の申し子、もうこういうあの経験値を踏みたいというね、わたちゃんはあのボルトを測ってもらいましょう。どれくらい重量か違うのかっていうのね。重いんだよな。重量ね、かなり違うんです。実はあの丸井さんのは音は測らねえというか、重さ分かるっていう、重さ分かりますよ。まあまあまあいいですよ。はい、あのボルトはね、打つとね、あんまり、まあボルトの詳細はね、ボルトのあの回を見てもらって。そうそうそう、あ、出てるんですね。もうボルトは出てますね。もうちょっと前ですよね。はい、はい、デミちゃんのつるしばかり、全国のつらさの皆様お待たせしました。デミちゃんのつるしばかり、バランスがいいんだな。親指にかける重い、重いが重い。大丈夫ですか。3060だから3キロだね、約3060。はい、うわもう明らかに、明らかにね、重さが違うんですよ。で、やっぱりあのこう材質の部分をね、伝えたい僕は。僕左利きなんで、いつも左手でやるんですけど、今日ははい、どうぞ、好きな方で。右手です。いや、動かない、動かないぞ。来た。0.2。重いから多分。はい、来ました。あ、来ちゃった。大丈夫ですか。はい。あ、でもこっちの方が軽い。2.685。2.685。正直っすけど。マジ、俺こっちの方が重く感じたんだけど。いや、俺もなんですよ。バランスが違うんすか。全然こっちの方が重く感じるんですけど。感じる感じる。本当は測ってみるんじゃないか。嘘よ。もうデミさん測ってみるんだ。そうですよ。なんで俺なんだよ。そうですよ。やってみてくださいよ。なんで。あ、マガジン分じゃないですか。いや、そんなことない。いやマガジンでそんなに。あ、でも2700。ちょっと一回こっちでマガジン抜い、今2700でしたね、はい、こっち。俺ボルトの方が重く感じたんだけど。いや、俺もす、まあ、バッテリーもあれか。あ、そうだ。あ、一応でもね、こっちあの、いや公式だとですね、空マガジンとバッテリーを含んで 3100g なんですよ。あ、これボルトってバッテリー入って、今入ってないですね。ないですよね。で、一応実銃の方も空マガジン装着時は3100と。で、マガジン抜いたら 200g 抜けて2800円ですね。はい。いや、でも俺もあんまり変わらないってのびっくりだな。こっちの方がなんで重く感じるんですよね。バランスっすか。バランスはあると思うんですけど、あとこっちスチールのはずなんですよ、ここ、はい、だから重いはずなんですけど、逆に重量出すために亜鉛を使ってるんで、こっちも。はいはい。ちょっと面白かったんです。10上げ、10上げ、重い、重い、ちょっとだね。まあ、意外な結果になったけど、うん、まあ、すごい意外ですね。まあ初めからこれ書いてんだから、それでいいじゃんなっていうところ。それ、俺初回来た時は言ってましたからね。いやいや、これはあのメーカーさんが言ってるので、実際に合ってるかどうかっていうのを、うん、やっぱデメリ打ちしては、これうちが解き明かしたら、うちが責任取ることになっちゃうからね。違うぞっつって、メーカーがやったらさ、メーカーの責任できる。ちゃんと書いてありますから。メーカー公表値とは違う場合があって、はい、吊るしばかりで現場での簡易的なもんだから、うん、合ってるかどうかは分かんなきゃいけないっつってんだから。どう分かんなきゃ。いや、ただね、全国に辛さでこう楽しみにしてくれてる方がいるから吊るしてくれと。だいぶ競技としてはされてきたんだよ、これ2個並べたらやっとかっこいいね、はい、仕上げ的にはね。見えてないんですよ、下は。いや、重いな。見たい人は買えばいい。ちょっと質感はね、やっぱり違いますけどね。なんかでも俺、質感的にはボルトの方がちょっと好きかもしれない。でもなんか MP5 って言うと、やっぱこの右のテカってる感じ、丸井さんの今、もうちょっとオイリーな感じイメージしちゃう。それが実銃に近いってこと。俺もこっちかなっていう、あのヌメッとした塗装っていう。俺結構あのこっちの方が、これあの多分あの倉庫でちょっと埋まってて色抜けちゃったみたいな感じの。はい、はい、というわけで、はい、MP5 のレビューしたんですけど、はい、和田さん、告知の方何かいろいろとあるんじゃないですか。告知ありますね。そうですね、普通に告知なんですけども、はい、9月5日、群馬県忍びさんで、お誕生日前日の、じゃんけん大会付き
定例会というか、ね、特別定例会っていうのを、ゲストで参戦させていただくんですけれども、まあ、正直協賛の方はたくさんいただいております。まあ今予約全然受けたまってるんですけれども、もう緊急事態宣言が出ちゃってますんで、そうなんですよね。で、忍さんも群馬県ということで、ちょっと状況はもちろん予約はたくさん取っていきたいんですが、今後の動きはちょっと見ていただきながらという形になりますね。もしかしたら最悪延期という形も視野に入れつつ今予約を取っているような、はい、チーム LB さんの、はい、長野県アサルトフロントでの貸し切り、はいはいはい、ちゃんと告知してたんで僕も言おうと思ったんですけど、こちらもね、長野っすからね。そうなんですよ。ちょっとまたイベントごとが難しい時期に入ってきちゃったんですよね、またね。そうなんですよ。で、うちの方でも撮ってる、まあ、個人でのイベントが2ヶ月連続で飛び続けてるんで、まあね、どうなるかは正直ツイッターなどを見ていただきながら進捗を追っていただけるといいかなと思います。そして、まあ、ちょっと話に出ましたこちらね、はい、クロワタ横顔バージョンの T シャツ、こちら3980円で、ファンティアというところから売ってますん で今、新しいバージョンも作ろうと思ってるんですけど、はいはいはい、ゼロシオンさん、ケイオンさんのコラボの、うん、T シャツもちょっとそちらの同じ URL からね飛べるようにはしてるんですけど、まだちょっとデザイン段階でやってる感じです。そしていつも忘れてしまうギクッとちょめちょめ心霊 YouTube やっておりますね。あちらの方でね、僕のことなのかなのかわかんないですけれどもね、他のチャンネル出るなっていうコメントが来てたんで、申し訳ありません、出ちゃってます。あ、そんなのはお願いだから、出ないでくれっていう時の一つだけあります。何かを連れてこないでくれ。絶対ギクチョメで何かを連れてデメリア作ってないでくれ。ああ、それはもうそれはもう心から共演 NG にする。そうですね。もう最近疲れてるんですよね、どっちですかっていや、まあ映ってくれんなら映ってくれる、それはそれでいいんですよ、別にずっとこう後ろに俺が2人のはずなのに3人いるんだよ。いや、そうしたら俺 NG にするわ、共演そこでそこで。でもうちの告知はだ、OK。 あ、そうだ、ライフラン生配信、はい、本庁のカメラとベジテテでお送りしております。ぜひこちらの方概要欄からね、リンクございますのでご覧ください。そしてモザイクライト水曜日、自分のことしか考えてないやつ、モザイクのメッサイ教育千葉の FM ラジオ局ベイ FM さんでサバゲー夜間のコーナーやっております。毎週水曜日の、ね、深夜25時半1時半でございますけども、また11月に向けてちょっとイベントのね企画も進んでおりますんで、ね、どうなっていくかちょっとね分かんないですけど、ね、まあ、皆さんね、うん、ずっと参加して、まあ、聞いて参加していただければなと思っております。一応 FM 視聴エリア外の方はラジコでも聞き逃した方は YouTube で、こちらもね収録の舞台裏公開してますんでぜひご覧くださいと。そしてデメウラビューもファインフォーメーション、はい、こちらの方もねちょっと随時やっていきたいんでございますけど、この間ちょっとね、つくさばさんね上がってますけれども、どうでしたか、暑かったでしょこの間ね。うん、でも高圧のフィールドさんだけあってすごく環境よくできてるなと思って、オーナーさんもねすごい紳士的な方だったので、なんかこう、お、新鮮だな、竹に行ってみるのもっていう。ああ、よかったです。デビューラビューの方は別チャンネルとなってます。ぜひチャンネル登録しておってみてください。さあさあさあ、 MP5 の実写パートにね行ってみたいと思いますので、はい、ぜひこのままお付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは実写パートへどうぞ。バタさんの、はい、マスクが変わったんですよ。今注目はマスクです。右と左で違うよ。まーちゃんとともちゃんのモケパインフォメーション、イエーイ。はい、お次に紹介いたしますのは、はい、コンドルです。はい、はい、ではこちら、はい、バックパックから、マガジンポーチも、たくさん、種類揃えております。であとランプポーチ関係もありますし、グローブなんかも置いてあるんですが、グローブは他のコーナーにもまだご用意ございますので、そちらもぜひチェックしていただければいいかなと思います。で、今度のベストなんかもかなりしっかりとしたかっこいいもの、はい、置いております。でキャップなんかも、たくさんございまして、人気商品となっておりますので、ぜひかぶってみていただけると、はい、よろしいかなと思いますので、で、あ
とソフトセルですね、サイズ XS から XL サイズまで、揃えておりますので、こちらもぜひご自由に着てみてください。やっぱり実物は生地が全然違いますよね。長持ちしそうです、はい、そうですね、こんな風に揃えるとめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい、はい、それではお待ちしております。お待ちしております。全然合ってない。はい、次あれですよね。あれです、よいよ来ました。いよいよ、はい、あのチャプターをつけてるからなんかね、はい、前説短めに随分だけど、こう言われると長くやっちゃうかな。でも俺これだけは本当に言いたいんですけど、はい、今撮ってるのって火曜日なんですけど、はい、ちょっと日曜日にサバゲのお仕事があって、はい、ちょっとあのアドバイザーとして入ったんですけど、そこの頃に行った時に、まあ、会った人がいる、うん、あのチームペットっていうね、ベトナムの格好をしてる人たちがいて、そこの隊長さん、ね、あのハイボール隊さんっていたんですね、はい、で、ハイボールさん行った。で、ハイボールさんが、和田さん、来てもらえよ、うん、声を置いたんですよ、うんうん、だけど、これ火曜日にデメニューでこのリファイルを売ると言われてたんで、はい、売ってもないし、なんなら空打ちもしてないし、うん、触るのもちょっと遠慮して遠慮して我慢して、今日は磨いてる、今日に来たんで、もう実写がこう初なんです。そうですね、空打ちはね、さっきちょっとしてもらいましたけど、はい、もう結構ウキウキしてます。おー、すっごい恥ずかしいことですか。はい、自分も球入れて打つの、はい、空打ちしたの今日初めて。危ないわ、空打ち。え、じゃあ機械値がすごいじゃないですか。それまでのバラバラにするまではやったんですよ、はい、空動作も俺させてもらってないんですよ。あ、でもさっき空打ちしたのも初めてですよね。レメさんもやっぱ素のリアクションしたいからそうしてたと。いえいえ、周りがもう打ったからバラしてって、あ、俺のこと打たせろよっていうところだったんですけど、はい、で気持ちは和田さんと一緒です。球を入れてるのは初めてなんですよ。もうすごい期待しますよね。しますよね、はい、だってバラすときバラして何度も構造まで分かってへーと思ってるんですから、はい、その子バラバラになったの。これはあのサトシのです。あ、じゃあバラバラになった。じゃあまあまあまあ早速弾速を、弾速チャプター弾速で、はい、お読まれて、あ、はい、本日使用している玉は東京マルイ 0.2g ベアリング研磨の玉を使っております。 91.27 早いですね。結構出てる。 91.27、 はい、 91.81。 これは安定してる方がやっぱいい。いいですね。でこれぐらいの弾速の方がいいと思います。もしイレギュラーが出ても超えることないし、はい、仮にこれで横出しして、はい、98とか出ちゃってたら、それどう？いや、もうそれはメーカーさんに言うなり、発売し、販売したお店に言った方がいいと思います。ちょっと早すぎるよって。そうですね、ちょっとこれだと怖いんでって言ったら、別のものがあれば、お取り替えできますし。過去にはありましたね、あの新発売で、はい、弾速微妙にやっぱ超えることがあるっていうので、はい、全部一応回収になって出たんですかね、あれ。なんか対応して、こっちで出して、はい、メーカーさんに送ると。もし、もうこうやって撮ってるじゃないですか。その時に、弾速超えちゃった時ってどうするんですか。プロはうまいことやりますよ。それはもう、あの手この手隠すんですか。いや、隠さないです、隠さないです。もう超えてたら、ダメっすね、うん、って思いですね。あー、もう送らず、もう、送らずに。いや、別の銃持ってきてもらいますね。あー、別の個体持ってきてっていうので、それがイレギュラーだったらメーカーさんにこういう理由だし、あの手この手ですよ。まあ言葉にできない大体、でもあれですよね、まあここは裏話で一応言ってきますけど、あの後ろ姿で分かります。デメ、あのデメ測ってる後ろ姿で分かります。あこれ超えたかもしんないなと。まあイレギュラーでね、はい、どうしてもある時はあるよね。ハラちゃんのチューニングとかたまにギリギリの時はね、あ99とか出ちゃって、あ、何回かね、打ってればあの、あ、戻った戻ったっていう時もあるし、レギュラーがパーンって出た時に一発でこう背中で語り終わったぜってやる時はいいんですよ、はい、パーンパーン、あ、欲しいなパーンって言ってる時は、その時もすでに分かってます、こっちは。あ、なるほど、あ、ちょっと今回の MP5A5 にして90の前半でしっかり、はい、もう一番いい状態以内に収まったっていうのは非常にいいですね。うん、はい、弾速も全然不安もないでしょう。ありがとうございます。バックだよね。あ、そっか、はい、これ見えないな、これ。いや、見えねえよ。
ト通り、ここはサイト通りだと、俺これピピ一番ちっちゃくしちゃったかも。いや、一番でかいのでも逃げないから当たった今。いや、待って、はい、はい、どこかしてない、多分当たった当たった当たった。ちょっと上げた方がいいかも。ロビンワイルドってさ、こんなに顔覗き込んだっけ。いや、俺もさっき思ったんですよね。すごい覗き込むな。ワイヤーストップとかある。あれの時使うのあるんですか。ストップ、通常は若干えぐれてるよ。あー、まあ、前ずれてる。あ、左ずれてるな、これ。あ、最後ずれてるだけだな。もう一度左で、すみません、左で、はい、ちょっと散ってるな。あ、そうなんですか、これ。うん、ちょっと散ってる感じが。あの、ちょっと散ってます。ちょっと散ってたのでさっき、打ってる時に弾入ってないとボストストップしてきたじゃないですか。はいはい。弾抜きってどうするんですか。弾抜きは、これ今弾入ってる状態かもしれないので、この状態で一発打ちます。出ないですね、はい、お、あ、なるほど、一回こう切れば球抜きをする。でマガジンでも一回ピッキングしてください。はい、わかりました。ピッキングして作動です。お、いいね。うわ、すごい覗き込んでる。ターゲット、覗き込んでるなっていう。バランスのいいね、マイルドさはあるんですね。あ、そうです。
こう付けすると痛い。まあね、ワイヤーもね。まあ、MT5 もね、これがまあ、なんて言うんでしょうね、通常版といえば。壊れねえよ。なんでちょっと藤波入ってるんですか。さあ、来ましたよ。裏方さんの俺に当てようの回。これ今火出た。来ます。これもうんと思った。知るかな。3点フルオート。いや、おお、いや、これ、俺にいいっす。最後狙ってきましたね。ちょっとスローを取っといていいですか。これ強いんだろうね。はい、ちょっとまあ3人のも入れて3種類ちょっと打ってもらって、今スローを皆さんにも見ていただいたんですけど、どうでしたか。あ、まさみちゃんどうぞ。でも強いね。まあね、まあね、これ MT5 の中で完成形だと、うん、はいはい、すげえ。あの、いや、でもね、ストッカーボルトの方が良かった。本当、あのガタはあるけど、エンドの部分、これ浅いでしょ。浅いですね。だからこう上げる時が結構ここ痛いですしな、刺さって。これ構えると、こっちの方がやっぱ構えやすいんだもんね。パッドがある分、やっぱり。あ、全然違いますね。こっちの方がなんか構えやすさは、ストック。あと、これリングも見やすい気がする。顔が前に行ってるんで。そ、まさに固定バージョンはどうですか。長い長いなんかね。あ、これこっちより長くなっちゃってた。これも長いね。これはポン付けだよ、ポン付け。見え苦労したくて見るのに顔を引かないとちょっと見えない。すぐ使わなかった。逆に言うと上に上げてこう肩に乗っけちゃった方が、乗っけてこう横で打つ分にはいいかもしれない。肩こう外してね。そうですね。とかの方が、こういう状態で。ああ、そうですね。 UAB です。いや、でもこれはあのバリケーショットでかなり有効なんで、やっぱりこのくらい長いと、もうほんとこういう打ち方の方が全然、うん、なんか使い勝手はいいかなっていう感じがします。これあれだっけ、必需採寸だからバイザーストックっていうんだっけ、あのオフセットした、オフセットしたストックがつけられるのかね。ああ、今あの流行りなのは20ミリのここにあかませるやつ、かませて後ろストックを好きに変えるっていうのが、うん、いや、俺はこのスタイルが好きかな。やっぱあの A5 だなって感じがして。まあ、俺フロントがあのこう上がってる方が好きなんだけど、でも打った感想としてはですけど、正直これでノーマルで使ってみればいけちゃう。いや、これ以上の性能って本当カスタムなんだなってなっちゃう。ですね。カスタムの域を少し超えてきてる、もういますよ、丸井さんの。これはもうカスタムもしなくていいよっていう、そうですね、安全圏というかメーカーの基準が非常に高いっていう感じは、うん。だって普段に HK ですね。これ使えたもんね、あの箱出しで。本当に使えますよね。普通の使えた感じちょっと薄まってたけど、でもまあ、いや、これがやっぱ魅力なんじゃないの。全然こうマガジンがさ72個です72個入んないじゃん、すぐ終わっちゃう。すぐ終わるよ。
もう実銃だったら3本分だよ。3本分みんなみんなこれ300ぐらいだったらぶっ刺してるからさ、無理だよ。71個じゃん。じゃああれにするドラマージン作る3本ぐらいくれれば使ってる。出すよ丸井さんが。これでドラマージンちょっと安っすね。それだったら俺はもうただっていいよから。なんなら欲しいよこれ。全枚ジャイジャイいいの。でも性能がすごいし、まあでもお値段に似合ってるんだろうなって思いますね。高いと思ってたけど、いいと思う。あとゲームで使うんだったらこの3点バーストをフル活用でしょうね。早くね、あのレールも欲しいしないの。ああ、分解の時に、うん、今の状態はセレクター回んねえんだなと思って。これセレクターある言ってる時に変えるとこれが抜けるんですよ。あ、でそれは組んである状態だと起きないんで、まあ外れたりしないかなと。いいよね、そのね、ネジで止まってない。そう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 、それすごいね。絶対ガタないもんね、あれだ。おすすめです。確かにちょっと弾道は乱れてるかなと思ったのは、オイルもあるのかな。オイル抜けしてるマサミの方のやつの伸びはいいね。うん、今最初はしょうがないみたいな感じ。結構オイルが入ってるんですよこれ、どうしても。まあ、それはね、あの使ってるオイル落ち着けば弾道かなり、まあ、今もまとまってはいるんだけど、なんかたまにこうグイッと違うとこ行くかなって。止まるね。どうしてなった。よう、うん、リボンねえけど。いや、でもいい銃だなって思ったんだよ。まあ、そうですね。普通に次世代でっていうのから考えて期待をして今日に来たじゃないですか。で、弾入れて初めて撃ってって思って、まあ、僕ね、こうデメニューでも何度かいろいろ撃たせてもらった中ではかなりすごいって思いましたし、まあ、空打ちの時点からそうだったんですけど、やっぱ お値段に見合ってる。この間、電子機関が入ってて、はい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 、のっていう、まあ、あれも良かったですけどね。あれも良かったですけど、やっぱりこう、いいものを打つと、もうバネられも何もしないし、で、リコイルも前に持ったし、でも、打ってる感があるっていうので、もうお値段に見合ってる、性能もいいなって思いました。意味の完成形なのかなと思いますよね。もうでもここで出しちゃったらこの後は正直丸井さんってこのクオリティで出していくってことですね。もう次はこの M システムですか、丸井の電気の、はい、これをシステムを生かしていかなきゃダメですね。まあそうですね、これがもう標準材料って見せたような感じですから、これをまたあのここから5年10年とかこのベースを使って進化したらグレードアップしていかなくちゃいけないと思いますし、そうしたら第三パーティーは あれがやってきたらじゃあもっとすごいの作ろうと思わないとやっぱこう活性化しないんで。そうですね、その点ではもう本当に今 B2I が出てきたりとか、タイタンが出てきたりとか、いろんなこう遊びの歯車があって自分に合うものに乗っかっていけばいいので、だから銃もそのこだわりを持って安いものでも使えると思ってればちゃんといいですし、頭でっかちにならないでこのメーカーは使えないんだって勝手に思わないで、いろんなレビューを見てそれが忖度してるかどうかは自分で見極めてもらって、本当に使えるもんなんだなと思って見極めていけば安い。だから一つ自分にお題を与えればいいんですよね。まず第一のマスターは自分の本当好きなものを買う、はい、2個目は、買い物上手を目指していくっていう。あ、中古で狙うのか特価で狙うのか、その買い物上手さを自分で目利きをしてみるっていうのは、うん、あの2丁目を手に入れるだけの楽しみで、もちろん2丁目でも好きな銃手に入れればいいんですけど、予算とかの都合があったら目利きをする。中古で、中古、ヤフオク、メルカリ、いろいろありますけど、おすすめしたいのはやっぱり、各店舗がやってる中古品が足を運ぶ、価値がありますね。メルカリとか中古品ってあれですよね、本当いいお値段じゃないですか、はいはい、あの安く出してて、でもその時にしか会えない。そうなんです、一期一会なんで、本当に出会ってその時に買わないと手に入らないってものが多々あるので、その出会いの時にあったら、あ、これ僕が買わなきゃいけないんだと思うぐらいの価値のあるものと出会うと長く付き合えるかと思います。あとは僕結構短め軽めとかでゲームでは使ってきたけど、それやっぱラーメン的な感じで味濃いめってメイクだからもう本当もう決まって短め、ね、軽め、はい、断速早め、断速早めでも早短言いづらいでもいいですでもこれ本当にいいサイズ
サイズすごくいいサイズ。サイズ感が抜群にいいですね。あとレスポンスも良くなったし。そうなんですかね、あれも。でもお値段上がってるじゃないですか。はいはい。でもサバゲー始めた一発目に買う銃ってこのお値段って出す。いやこれが限界ですね、出せる。もうこれ以上飛んじゃうと10万とかいっちゃうと、いやいいわーってなるけど、5万円ぐらいの残しが次世代が多分ギリギリだと思うんですよ、他のメーカーのも。これはそれにギリギリ乗ってるなっていうラインですね。だったらもし初めての人が買うかもしれない。かもしれない。で言ったらこれ俺逆にあの構え方って本当実銃っぽくていいな。もうちゃんと前に体重をかけて前のめりになる。もうなってましたからね。しっかりとね、それはこの銃がそういう形にさせてるんだと思うんですけど。じゃないと見えないっていうので覚えちゃってそこから派生する。変えれば M4 でも何でも構えられますから。ぜひね。ゴーグルは選びますね、やっぱね。あ、そっか。フェイスですね。まあ、あのブロックついてる布タイプじゃないとやっぱり持ち上がっちゃうんで。あー、おすすめはやっぱマウントベースつけてドットサイトっていうのはいいと思うんです、はい、アイアンでいかないで、はい、ちょっと高めにしてあげて構えやすくする。まあ、FP5 は昔からね、やっぱガスマスクとかつけてどうしてもこう構えづらいとかっていうのはこう特殊部隊であったわけです、元から。はいはいはい。なんで、まあ、エアガンでもまあサバゲーやるときにはフルフェイスつけてる人が多いので、まあ、その辺はね、ちょっと今何もつけてない状態でね、まあ、今の段階で見づらいからもっと大変にはなるんですけど。あ、確かにそうですね。それをうまく調整してもらって自分の構えに合う高さにしてもらえればな。なるほど。はい。はい。というわけで私たち YouTube の方でやらせていただいております。新しい商品、昔の商品ね出てきたら、ガズガズレビューさせていただければなと思っております。ぜひ参考にしていただければと思います。随時コメントも募集しております。温かいコメント、冷たいコメント、いろんな冷たいコメント。心のコメント、はい、いろいろありますが、はい、温かいコメントの方が圧倒的に多かったり感想を言ってくださる方が多いので、ぜひぜひそういう感想をお聞かせください。そうですね、俺の銃はこうだったよっていうのもいいですし、こういうの持ってたんだけど売っちゃったよって買い戻そうと思うんだけどっていうようなねアドバイスとかあるかもしれません。中古入ってくるのって言ったら知りませんって答えますから。在庫の確認等はね、あの店舗の方はね、はい、直接お願いいたします。誰々さんのところの YouTube 見たらこのチューニングがいいよって言ったらパドクさんやってくれる、さあ見てみないとっていうねこともありますから、詳しいカスタムのチューニングのご相談もお店の方までお願いします。そこのお店はやってくれたのに、はい、なんでパドクがやってくれないの。予算が合わないからです。本当にそういうのはあります。個人でやられてるチューニングだと OK って言われてるものをうちで受けることはない場合があります、はい、保証対象ができなかったりするので、はい、それだったら受けない方がいい。あとはパーツが一品物で、はい、この銃だけのために作るとかになると高額になりすぎるんで、できますかって言うときそれはできないよって代わりのでできないよって言われてできませんって答えたりする場合は金に糸目はつけねえってね。もうみんなそういえばアドバイスするんですよ。はい、うちらも 3D 造形屋さんとかに頼んでパーツ作ってとか言うんですけど、大体の人は嫌がりますよね。まあそうですね。これ造形するだけで、それこそ熊さんのね、熊ちゃんの友人の職工がいますから、ジュアル民材から削り出してくれますから7000万で作ろう。結構これいくら5万っすね一つがその人のためのだけのパーツでそのブロック削り出して5万円です、まあ、それでもいいっていうんだったらもう、やれなくはないかもしれないですから、まあまあご相談いただければまた、はい、ただ全部ができるわけではないですよ。そうなんです、ね、だから持てる限りの、つながりとか技術を使ってやりますが、それは要相談してみてください。はい、できることできないことどうぞ。あとは店舗に電話という形で大丈夫です、はい、メール電話で、はい、メール電話で在庫の確認とかもメール。そうですね、在庫とかはもうポンコツですからね、私。あるのもあるんじゃないの、あげくのあてにはそんなの発売されたのって言いますから。案外やっぱお客様の方が早いですよね、情報が雑誌に載ってたりとか、問屋さんからプッシュされたら後ろのところに入ってきたりするんですけど、はい、はい、という形になってます。あとグッドボタン見終わったらいただければいいねと思います。よろしくお願いいたします。さあ、初見初体験でした、僕も、はい、和田さんも、はい、良かったですね。いや良いっす、これは良いっす。うん、MP5 っていうところがまたこう心をくすぐるところだったんですけど、本当にそれが生かしされてて、ブロックの場の感じ、あと発射、立ち上がり、いろいろとっても、一つの完成形だなと思うものになりましたので、今できる東京マラヨはこれですって教えてくれた感じですね。やっぱさすがトップブランドですね。すごい、シェアリスさんは。本当に、
これが、ゲームフィールドいっぱいでも当然かなと思うような結果、うん、マガジンですかね、今そうですね、あの在庫がないんで、まあスペアマガジンが入るようになるとサバゲーも使いやすくなるかなと、ね、マガジン、あと本体もね、欲しくてもなかなか手に入らないかなと思うんですけど、うん、まあ、これからスペアマグ、ただそのマガジンね、いろいろ出てくると思うんで、それを手に入れて遊びに行っていただければ、手に入れる場所はもう K パドックでよろしくお願いいたします。それでですね、また次回、面白い商品があればレビューさせていただきますので、ご覧いただければと思います。それでは本日は一日お疲れ様でした。バイデベー、バイデベー、これラストなんだっていうのはみんな気づいたね。あれですね、俺しか見てないんですか。ダメリパートから覆面が変わってます今。覆面変わってるんです。変わってます。青じゃないでしょ。これの横がこれ。